スーペルクラシコはアルゼンチンのブエノスアイレスに本拠地を置く2つのサッカークラブ、ボカジュニアーズと CA リーベルプレートとの間で行われるダービーマッチである。ラナシオン氏の調査によればアルゼンチンのサッカーファンの41%がボカを32%がリーベルを応援しているとされる。世界中のダービーマッチの中でも最も激しく最も重要なダービーの一つとして 世界的に知られている。2004年4月、イングランドのオブザーバー神は、スーペルクラシコを死ぬまでに見るべき50のスポーツイベントの1位に選出し、ダービー当日のブエノスアイレスの様子に比べれば、オールドファームは、小学生の戯れみたいなものであると論じた。両クラブは共に、ブエノスアイレスの労働者階級が集まる、ハトバ地区であるラボカ地区に起源を持つ。 ディーベルは1901年に設立され、ボカは1905年に設立されたが、ディーベルは1925年に、同市内北部のヌニエス地区に移転し、ヌニエス地区は富裕層が多く住む地区であったことから、ボカはアルゼンチンの労働者階級に好まれるクラブとして知られるようになった。ボカサポーターの多くは、イタリア系移民共同体に所属しており、ボカサポーターは、 ゼンイゼスというニックネームを持つ。もう一方のリーベルはロスミアナリオスというニックネームで知られ、上流階級の支持基盤を持つと推定される。とはいえ、現在では両クラブともに、すべての社会階級のサポーターを集めている。初のスーペルクラシコは1908年8月2日に行われ、その親善試合は、ボカが2-1で勝利した。 公式戦での初のスーペルクラシコは1913年8月24日に、ラシンクラブのスタジアムで行われ、リーベルが2から1で勝利した。2009から10シーズン後期の対戦は、3月21日、日曜日、ボカのホーム、ラ・ボンボネーラで行われた。この日のブエノスアイレスは豪雨に襲われ、グラウンド上は完全に水浸しであったにもかかわらず、 エクトル・バルダッシ主出は試合を開始できるとした。しかし、試合中は、グラウンド上の水たまりのせいで、ボールが弾まず、両クラブの選手がボールを保持することができなかったため、この試合は、前半9分に中断となった。3月25日の木曜日に試合は再開され、中断前に消化していた9分間を差し引き前半41分、後半45分で行われた。この試合は、 スーペルクラシコ史上初めて中断延期された試合であった。リーベルが2010から11シーズン終了後、クラブ史上初めてプリメーラビーナショナルに降格したため、翌2011から12シーズンのリーグ戦でのスーペルクラシコの開催はなかった。1968年6月23日にエルモヌメンタルで行われたダービー後、両クラブのサポーターが12番ゲートで衝突し、 71人が死亡して150人が負傷した。この惨事はアルゼンチンのサッカー史上最悪の出来事となった。死者の大半はティーンエイジャーや若者であり、その平均年齢は19歳であった。この日、実際に何が起こったのかについては様々な主張がなされた。母家のサポーターがスタジアムの上層階に火のついたリーベルの旗を投げ入れ、そのために リーベルのサポーターが仮想会に殺到したとの主張があった。また、リーベルのサポーターがボカサポーターの区画に侵入し、次々とリーベルサポーターがボカの区画になだれ込んだという主張もなされた。さらには、12番ゲートが封鎖されていたか開けられていなかったが、後ろから来たサポーターが来るなという声に気づかずに前進したために、前にいたサポーターが圧迫されたという主張もある。かつて、 リーベルの会長を務めたウィリアム・ケントは、ボカサポーターが、スタンドから小便を投げつけた際に、警官隊が、サポーターの鎮圧を始めたことが、事故の原因だと主張した。入場口の回転式ゲートが、大きな鉄の棒で塞がれていたと主張する目撃者も、いる。政府の探求により3年間の調査が行われたが、関係者の誰も、有罪とはならず、犠牲者の家族を大きく失望させた。 この悲劇以降、エルモヌメンタルの12番ゲートは番号の代わりに文字によってたゲートと区別されている。1968年シーズン終了後、アルゼンチンサッカー協会に所属する68のサッカークラブは事件で死去した犠牲者の家族のために10万ペソの寄付金を集めた。南米のクラブチームによる国際大会コパリベルタドーレスで両チームが対戦したことも何度かあるが、 2018年では初めて決勝戦で対戦することになった。その第2戦の前には、ボカジュニアーズの選手を乗せたバスが、リーベルプレートのサポーターに襲撃される事件が発生。試合は延期された。当初は翌日に代替試合を行うことも検討されたものの、最終的には延期。さらには代替開催地がアルゼンチン国外となる可能性も報じられた。 11月29日に南米サッカー連盟は同試合を12月9日にスペイン・マドリードのエスタディオ・サンティアゴ・ベルナベルで大体開催することを発表した。ボカのスタジアムは通称ラ・ボンボネーラであり、リーベルのスタジアムは通称エル・モノメンタルである。両スタジアムとも応援の際にサポーターが一斉に飛び跳ねることで知られている。スーペル・クラシコは 特にサポーターの情熱が有名であり、イギリスの BBC は、色とりどりの旗がそこら中ではためき、人々が叫び、うなり、ちゃんとを歌い、踊り、興奮が止まないと表現した。両クラブのサポーターは、ジクラブに対して情熱的なちゃんとを歌い、ライバルクラブに対して熱烈なちゃんとを歌うが、そのちゃんとは、アルゼンチンの人気ロックバンド楽曲をもとにしたものが、多い。ダービーでは、 しばしば、両クラブのサポーター同士や警官が絡んだ、暴力事件が発生する。リーベルは、本来別称として使用される。ガイナスを自ら名乗り、日などりの紛争をして観戦するサポーターも存在する。一方、リーベルのルーツもラボカ地区に遡れるにもかかわらず、ボカが富裕層の少ないラボカ地区に、本拠地を置いていることを理由に、リーベルのサポーターは、ボカを、 ロースチャンチトスと部別している。また、ディーベルは、ラ・ボカ地区を流れる汚い川の匂いに言及して、ボカを、ボスタースとも下げ住んでいる。ボカの生え抜き選手には、野性的で自由奔放な選手が多く、ディーベルの生え抜き選手には優等性的な選手が多いとされる。プレイスタイルでは、ボカは、個人技や、強引さを重視し、ディーベルは、華麗なパスワークを重視しているとされる。 女性サポーターの割合は、ボカよりも、リーベルの方が多いとされる。クラブ同士のライバル意識は、特に両クラブ間の選手の移籍に関して、影響を及ぼしている。1933年に、ボカを離れてリーベルと契約したカタルドスピターレは、両クラブ間を直接移籍した初めての選手であった。1985年に、ボカからリーベルに移籍した、オスカルル・ジェリは、簡単ではなかったよ。 本当に、一方は遺跡者を裏切り者とみなすし、もう一方は遺跡者を真に信用しない。遺跡者には適応する時間が必要だし、人々を解き伏せるだけの強い個性が必要だと発言した。リーベルのエンツォフランチェスコリのように、もう一方のクラブでは、プレイしないことを明言する選手もいる。ボカのディエゴ・マラドーナは AA アルヘンティノス、ジュニアーズ在籍時に、リーベルからオファーを受けたが、 ボカでプレーするのが夢だと言い残してオファーを拒否した。両クラブそれぞれに所属した経験のある著名な選手を列挙している。ありがとうございます。